組み合わせとかですね、質問いただいてますね。安全な組み合わせはどうでしょうかと。あと、日本と海外どうでしょうか。どっちがいいんでしょうか。まあ、日本とアメリカとかですね、例えば。まあ、日本と海外どっちっていうことをよく長期積み立てとか、まあ、要は証券投資聞かれるんですけども、まあ、これはもうアメリカ一択ですね。まあ、証券投資についてってことなんですけども、まあ、なんでかというと、アメリカっていう国は、まあ、移民の国で人口が、伸び続けてる。まあ、入ってくるっていう意味で伸び続けてるんですよね。中で生まれるっていうのもありますけども。なので、人口と経済っていうのはものすごく景気っていうのは比例、まあ、経済ですね、比例していくと、ところがありますし、あと、新しいそのスタートアップとかですね、新しいイノベーションというのはやっぱりアメリカから出てくる。まあ、そのシリコンバレーとかもそうなんですけども、まあ、そういったところでやっぱりですね、まあ、GAFA とかはもちろんね、有名ですけども、 GAFA に続く企業というのもどんどん出てきてますので、まあ、テスラなんかは今ね、トップですけども、そういった形で、こういうアメリカに投資するのがいいかなと思います。LINE 公式